帰る。あのね、銀の矢縛ってないんだよ俺、忘れてたけど、別にタイトルに関してないんだよ、その銀の矢縛り的なものを。それが何らかの電波を受信したせいで銀の矢を使ってはいけないと俺は思い違いをしていた。そして誰も望まない銀の矢縛りを自らに課して、動画を見ている人たちにも多くのストレスを抱かせたぞ。大罪ですな。もうそういうのいいから。もうラスダンなんだから。っていうか一番苦戦するとこなんだから。最高のポジションで行きたいねっていうか、今石が思いっきりこっちに飛んできてたね。危ないところだった。なんと新製品。なんだこれ。おお、尻尾振ってる。かわゆす。3、2、1、バーン。おお、なんだよ、あの爆発。見せかけかよー。おーい。わあ、絶世の美女が。ありがとう。ガノンにとどめを刺すにはこれが絶対必要なのよ。これをよく覚えておいてください。はい。おー、銀の矢がないとガノンは倒せなかったのか。じゃあ早く取っとけよって話ですけど。これで。お。パスタが茹で上がったので食べてきます。おーい。ぷ。おい。スタートラインに立たせてくれ。さて、銀の矢がこいつに効くという情報を得た。と、避けるの?ほら。おお、効いた、ほんとだ。すげえ。すげえ。なぜ、おい。それでも危ないよ。やはりフックショット先生は必要でした。先生って言っちゃダメだ。先生が二つ、対立構造ができてしまう。師匠ぐらいにしとこう。ありがとうございます、師匠。じゃ、早速入っていこうか。まあさ、銀の弓はわかるけどさ、後から手に入れた矢も銀の矢になるのがちょっと納得できないよね。そこら辺は、大人としての対応をこちらが見せないといけない感じなんですか。まあ、一日ぶりとなっていまして、まあ、編集してる間に随分腕がなまったんじゃないかなとも思ったんですが、まあ、なんてことないやね。銀の矢だったら一発じゃね?ほらー。そういう手間もさ、軽減できるわけよ。ほら、銀の矢が手に入った。いつもと同じものなのに。とりあえず、ここはこうやって、こうやって避ける。で、こいつを足していこうと。お!スムーズになるからこれも成功率が上がるよ。大して役に立たないと思ってたんだけど、実は。ラモネーラを倒すぐらいにしか役に立たないと思ってたけど、ケアレスミスをなくすことができるっていう点で、やはり、大きいな。一発でいけちゃったらどうしよう。自分が怖い。何度やっても慣れないな、やっぱり。これはきつい。やっぱり難しいわ。それでも。頑張ろう。こいつ撃ってくるタイミングが全然わからん。スタートボタンを多用するのは許してちょ。マジで。そこ許してもらわないと。来ました。さあ。恐れおののけ。貴様らの天敵じゃ。当たらなければどうということはないという感じだ。出た。変な笑い。愚かな。3、4、5、ここだー!そっちじゃなかった。でも当たったからよし。ここだー!そこじゃない。ここが貴様の墓場だ。当たれや。もう一回、ここが貴様の墓場だ。ははは。
死ねー！いやあ！はあ、これはまずい。オッケー！よし。久しぶり。君、毎回無視してごめんね。ダメだ。ダメだ。落ち着こう。はっ！よし。よし。よし。決まった。もうなんか声に覇気がないけど。闇に帰れや！おお！おお！お、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 よーし。お、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 もう、よっしゃーやった謎のおたけびと共に勝ってしまった。よかった。20ルピーと宝箱程度の重さで、俺の体重を、支えきれるとは。ここはね、先生さえいればなんとかなる。っていうか、ここ先生がいなかったら絶対多分、死ぬ。本当に。あ、死ぬ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 ってお前、マジか、ガチか。他の奴らと、やる気が違う。即採用だわ、お前ら。我が、寺蔵商事にようこそ。行くぞ！あ、775。もうちょっとなのに。もうちょっとなのに。さあ、勝負だ、アグリム。ほっほっほ、よくぞここまで参られました、テラゾー殿。声忘れた。もう一度お会いできて私、とても嬉しいございます。しかし、三度目はないと思い知りなさい。くたばれー！くたばってたまるか。イメージトレーニングはしてきてるんだ。お前程度に負けては、負けてられるかーっていうかもうダメだよこれ。あー死んだ無理だ二発同時に叩き落とすことはできない。虫取り網では。そして、最初から。絶望。死んだ。マジですか？あっと。これだ、終わったら、ああ。あちょー。ああ、もう。マジかよ。なんとかなりそう。なんとかならなかった。しかも、オカリナ。なんだ！
ぞこれ。そんでしあー、危ない危ない危ない、バカ、もう落ちないわ、ですよ。オッケー、よし、あと一回。オッケー、あれ、やんなくてよ、いいじゃん、もうあるじゃん、一回倒せばいいんじゃん。マジで無視してよかったのこれ、信じられねえ。俺の苦労よ。なんで、おい、全部投げちゃった。パパを捕まえて、避けるこ、やばい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 、曲がるの意味がわからないよ。無理だって、避けれない。バカ。わあ、飛んじゃった。バカなの。敵かお前は。フォールマスター的な何かか。危ねえ。ハホフフヒ。だよー。やっぱり。あぶーん。いてー。わー、マジかよー。こっち来てよー。あ、止まっちゃったー。ああ、吐血。アホー、欲張りすぎた、欲張りすぎたな。早い早い。
アクション。あぶね。オッケー。おお。やべ。アホ。なんだそれ。あぶね。ああ、怖かった。初めてのパターンだった。アホーアホーかアホーかこれはかなりピンチだぞ。なぜか無視された。なぜ無視されてんだ、俺は。ラッキーなんかラッキーなんか知らんがラッキー。オッケーあと避けるのみ。オッケーよっしゃーさあ、気合を入れるぞ。あら、失敗した。あら、弾んだ、当たんねえ。ほい当たんねえ。打ちすぎてよ、さっきから。オッケー。前よりはスムーズになったな。よし。行ったれ行ったれ。よし。ふぅ。で、あとは八先生に任す。OK。で、次も八先生に任す。待って待って。床が崩れるのを待ってからにしよう。勝手に落ちた。OK。次はカンテラ。あ、一応取っておこう。これでも十分間に合うだろう。よし。OK。はい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 。ささっといっちゃいましょうよ。失敗。あ、違う違う違う。OK。よーし。あとはまあ問題ないな。なかなか死ぬ要素もないだろう。てて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 てオッケー。うおー、やめろー。よかったー。なんとかなってくれてよかったー。で、あとは八先生に頼むぞ。おい、ちゃんと当てな。あー、怖えよ、もう、ここ。
はぁ、あ、怖かった。よし、行くぞ。ちゃんと道を取っていこう。行くぜ。かかってこいやー。何度目だ、もう。ダメだなー、これは。わーい！やめてー。あ、これは、でも。あー、それかよー。真ん中のやつがすげー遅れてる。これはいける。やった！よし！これはかなりついてる。いけるぞ。あ、ぶね、ぶね。えい、ダメだ！そこはダメだ。これはいいぞ。あー、おー、えい、よし、これはいける、かなりいける。いやー、よし、勝つ、勝つる。待って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 、ちょっと分かんなかった今。よし、よっけ。よっしゃ、待って待って、とどめじゃい！よーっしゃ！やったー！この、ケツに。ほらほら、待てー！こら待てー、ほらー！やったぜ！意外とあっけない終わり方だったな。さて、次はガノン。貴様じゃ。自らの内に秘めた闇と戦うことで、まあ、ラスボスであるガノンには、まあ、ぶっちゃけ、まあ、剣以外効かないという衝撃の事実が今ここで明かされるわけなんですが、まあその剣解禁に伴って新たな縛りを設けることで、まあ、視聴者の皆さんには納得していただくしかないのかなと。まあ今回ほど難しくはないと思うから、ちょっと盛り上がりが最終回なのに欠けちゃうなっていうところはあって、なんか NG 集とかいろいろつけられたらいいなと思ってます。っていうか最終回になるかわかんないんだけどね、次回ね、うん、次回は銀の矢禁止でいきます。お楽しみ。お見せできない戦い。よーし、勝った。